を背に皆間に一人話す声、この声はどう聞こえる？風神黎明。絶えず騒がせ我が鼓動。乾いた風に行き詰まり、四方八方つつかれる波風立てず、淡々と変わらぬ日々に流される。知らぬ間に人は何かに目隠しをされる。どこに飛べば、誰に泣けば、見えない色に染まっていく。いつしか周りと似せたものになっていた。気づいた時、何かが揺れた。変わることを拒むまま、影に誘われ、手を伸ばすか。奥底に潜めた真の意志、光に向かって手を伸ばすか。もがき苦しみ身を焦がして探した。それでも踊り続ける理由、答えはもう知っているから。弾けた思い散りばめて、新たな風を恐れずに、今に届け自由を叫べ。過去は知らない未来の姿、生きている証、美しく世界へ。千葉工業大学よさこいソーラン風神部の皆さんでした。どうもありがとうございました。